はい、まあ、超良くすると、ジャーナリスト、補正でございます。日時はですね、2021年、今日はですね、9月の25日なんですけれども、はい、今現在ですね、東京都羽村市、東京都羽村市でですね、もう皆さんも知っている方がですね、多いと思うんですけれども、4、5日前に、三男の嘱託殺人で起訴保釈中のですね、77歳女、同居の妹を殺してしまったと110番というですね、ニュースがございました。はい、9月20日のですね、午後0時55分ごろ、東京都羽村市羽東の住宅から同居の妹を殺してしまったと110番があった。警視庁福生署員が駆けつけますと、寝室の布団の上で住人の後藤貴美子さん74歳が仰向けに倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。福生署は住宅内にいた後藤さんの姉で住所職業不詳小玉菊代容疑者77歳を殺人未遂容疑で緊急逮捕いたしました。はい、頼まれて首を絞めたと供述している模様でございます。はい、発表によりますと、小玉容疑者は20日、午前11時ごろ住宅内の寝室で後藤さんの首を絞めて殺害しようとした疑いでございます。福生署は今後殺人容疑でも調べるそうでございます。はい、小玉容疑者は、4月当時の自宅で三男当時47歳の、首を絞めて殺害しようとしたとして殺人未遂容疑で逮捕されました。はい、三男は死亡し殺してほしいと頼まれたと供述した。はい、小玉容疑者は6月に嘱託殺人罪で起訴されていましたが7月に保釈されていたそうでございます。はい、一般のですね、我々の目線からいたしますと、今年のですね、4月ぐらいに殺人事件を起こして、その方がですね、殺人事件を起こした方が保釈されていた。なおかつですね、また親族をですね、殺してしまったというですね、誠にショッキングなニュースでございます。はい、こちらでですね、事件がございました。はい、こちらのですね、住宅で事件がございました。はい、誠にですね、ショッキングな、ニュースでございます。殺人事件をですね、起こして、そのですね、数ヶ月後にまた親族をですね、殺してしまったというですね、誠にショッキングなニュースでございます。はい。